だろう。ジョイさん、ヤッホー。なんかやってる。インスパイア、ビームビシ。顔が違うよ、私。時間経っちゃう。そろそろ終わらなきゃ。お風呂入んないといけない。じゃあ、ヤッホー、千年に一応、そうだよ。そうだよ、そうだよ。激レア。今日です。遠征。キングダムです。って言って。遠征の時しかしない。髪明るく、ここに当たるとさ、明るくない？今一番漏れる説。どう？シス、あ、どうも。どうも、こんな顔でごめんね。ヤッホーイーチムさん。おはらさん、こんばんは。おはら、ヤッホー。ポッカポカな。気が利けない日々に耐えられません。私は、あなたが、あなたの心が崩壊しないか心配してる名古屋で今。みんなメインの配信好きだから寂しいだろ。あ、ごめん、絶対やってるよね、みんな。終わっちゃうの？名古屋で心配しているよ。ごまど無理。ごまどポコポコ。もんだみんな。もうね、私はもうお風呂に入り終わったので寝れます。終わらないでほしいだろ。ちなみにだけど、でも明日も配信しようから、許してきね。これはさすがにバレるか。こうやって見せてください。この人こうやって配信してる。見て、これはダメだよ。見てください、この感じ。昨日から悪化している。もう布団に入っちゃってる。見てください、パンダがそっちのけです。これバレる。今日パンダちゃんさ、うん、すごい形で浮かれてたよね。そう、壁にさ反省するかのごとく浮かれてた。もうダメだ、これ、これはダメだ。ちゃんと座ろう。ねえ、バラさバラされてる。友達と電話してるんちゃうねんって言われてるよ。はい、ラジオなの。前髪なんかハゲてる。仕事も普通に走ってるよ。うん、じいちゃん終わったら秒で寝るじゃん。え、秒だよこの人って。カレパンダいます。寝るときはほんと秒で寝る。で、私に微笑んでから寝てくれる。名古屋もうね、ね、そうだよ。27元気でいるシミュレーション。ねえ、大丈夫本当に。でもジュリアは元気にできるし、幸せにできるよ。ちゃんと寝てた。今は、今は確かにしっかり寝た。今は座ってるからちゃんと座って配信してます。メイはいらないよって言ったけどいるんだって。何が？パンダ。いや、やっぱ持ってきて正解だった。さすがに 4泊、じゃあ4日間は無理だもん。だから多分この子来月の名古屋も来るね、一緒に。来月の名古屋ちょっと怖いよね。うん、どういう感じでさ寝るんだろう。確かに。ぬいぐるみかさばるし邪魔じゃないかなって言われてるよ。でも今ペットみたいなもんだもん、ね、そう、いつも一緒だから。一心同体らしい。ひどく現場で戻ってきた。お、気をつけて帰ってね。大阪屋があって、やば、そうだよ。ね、またいつか来よ。私はどんちえてないから、ちょっと今度メイタンの方に来てって言っといて、よしぽん。メイタンのカメラさんに、キュンです。荷物とか大変になっちゃう、大変になっちゃうね。しかまれの等身大抱き枕は、なんだかんだね、もう名古屋最終、ライブ終わって、明日帰ります。寝れなくなっちゃうかも。今日寝て、明日出ます。やばい、嫁がいるとか思ったらもう死んじゃうよね。しかまれの等身大抱き枕やばくない？早かった、なんだかんだ本当に。今回は前乗りしたので名古屋にすごく前乗りして、今日はチェキ頼んでくれてありがとう。前乗りしたので、しかも今回は名古屋飯しっかり食べたんですよ。初日から手羽先食べたり、あれや、19はあの、ね、ヤバトンも食べたんですよ、今日お昼に。だから
あ、違うの、このやめ、そう終わったけど明日からこまちゃん始まるからなんとなく投げたい。おいしいもの食べたよ。手羽先、手羽元、あとなんだっけ、あの名古屋のラーメン、今日ヤバトン食べたし、結構今回はパーカー着ていってないよね。取った、確かに着てつてないね。てか今日まで本当にすっぴんやばいんだけど。シーヤこんばんざい。メイさん、はい、美味しいのいっぱい食べたよね。食べ過ぎなレベルで食べた、うん、くない、食べた、いっぱい食べました。でもどうせ明日も食べるんだよ。家に着くまでが遠征だから、遠征中はなんかダイエットとかもするけど、ダイエットしてるんだけど遠征中はあんまり考えないようにして。久々にヤバトン食べ、そうヤバトン食べたのって多分最初の遠征ぶりとか2回目遠征、ね、2回目遠征ぶりぐらい、3年ぶり？そんぐらいに食べた。寝れなくなっちゃう、いろんな意味で。やばいよね。PC みんなスピン系だと、いや綺麗な子は綺麗。私本当にね、あんまりやらない。こういう時にしかしない。遠征の時ぐらいしか。まあいっか。まあいっか。エビフリャー食べてない。私エビ食べれないけど。全然デブ。そもそもが。上にご注意ください。揺れてる？ごめん。膝の上にね置いちゃったから。喋るたびに言っちゃう。名古屋のねホテル同士さんメイさんでした。ジュリさんでした。家じゃん、家です、ハウスです。そして次のライブはなんと大阪というね、大阪4ヶ月に1回とか言ってたのに炎症すぎてすっぴん確かにそれはそう、顔が違うね。しかもドライヤーもちゃんとしたよ。あとね、さっきね冷蔵庫開けたらね、あ、買ったアイスがさ溶けてた。ジュリアのアイスだけ溶けてた。メイさんのアイス溶けてないのに。そうなの？ジュリアのアイスだけ溶けてた。トリコ？トリコになってる？そういうことじゃなくて？決めた28つ系取ってあるから行けね。ありがとう、取るだけ取ってくれたけど本当に無理しないで、その日は。やばくない？そのハサミやばいんだけど。泣いちゃう。で巻いたいって思ったら待ってる。アクリルスタンドも、え、おはらつのだ。アクリルスタンドね、でも割ともうすぐの発注されると思う。中二っぽい感じ、袖が中二っぽい感じ。アイスが食べたい。食べたらええやん。ドロドロ、ジュリアのアイスだけドロドロ。大きいさ、メイちゃんの視線がメイ。でもその人のこと存じてないんだけど大丈夫かな。その人のことねちょっと存じてないですね。今日も把握してないかもしれない。眠たくなってきた。名前も知らないし、その人が誰かもわかんないから多分見てもないと思う。唐突にジョジョ、今日だって係ずっと、今日チキ係だったから結構てんやわんやしてました。てんやわんや、てんやといえばどん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 、薄汁やお大豆、薄薄薄ぎきぎき、薄薄ぎき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 、薄だよ。向こう通り過ぎた時もスルーされたらしい。セブンのチョコの、え、どのやつ、え、どのやつ、どのやつ、え、チキ取ってない人とはあんまり話いつも来てくれた人全員とは。ゴリラのやつじゃなくて、でも今日ずっとチェキ取ってたからね、本当にねチェキ取ってくれた人としかねあれしてないかも。知らんきゃわからんわな、ね、わからんか。なんかね、ジュリアが今日買ったアイスは何買おうかなと思ってね、
ネットじゃなくてコーヒー牛乳のやつがあったの。頼んでメイさんの向かってアクリズムをしようかな。お楽しみだね。ありがとう。ハラメイそう、みんなの元にもアクリルスタンドが本当に目誰かからないそろそろ届くのかなと思いました。楽しみしててね。他のメンバー、あ、他のメンバーね、自分のあれじゃないとお話ししちゃダメだから、基本的にチェック取ってくれる人。バンドジパンって実はちょっとちゃんとルールがあって、チェキを取ってくれる人と喋るっていう。ゆうちむさん、美人主義ってなりそう？なりそう？レオン、なれちゃう？係のありがとう。オーラさん、アイスミ、アイスミ。また次ね、会うとき。ありがとう。ぷいぷい。おしめより話しちゃったら申し訳ないからさ。今回の遠征も楽しかったし、今回の遠征でなんとですね、浮世和歌9人バージョン初お披露目しました。最終日のラスト2曲目で、レオンも出れるし、スターウォーズも出れるじゃん。レア姫か、レア姫だっけ。確かに、確かしたか知ってぞ。しかもメンバーもさ、あとディオールの CM かですね、なっちゃうからあんまりこうグイグイはいかないようにはしてる。ミーチマンドリは友達とか、あとグディネズチューフィーチャーってやんな小屋で楽しかった。チェキの説明してた、まあね、普段こう、はい、配信をね見てくれてる方とか、はい、応援してくれてる方のおかげでね、衛星の切符をつかめてるので、ありがとうございます。今日はね、ラッドホールだよ、ね、今日のラッドホール。お腹空いてた。ディオールの CM、 え、わかるわかる、お腹空くよね、わかる。この時間って一番罪な時間だった。ちったん、こんばんだい、イエーイ。ジュリア食べます。ん、ジュリアが何食べた、食べられちゃったし、あくびしてて、ここの角度今すごい髪の毛茶色い。みったんかわちありがとうね。来週は大阪遠征、4月25から29は名古屋、なんと名古屋5日間、ありがとう、JP さんち。5日間遠征します。史上初の海外遠征並みの長さでね、と名古屋にありますので、もし予定合う方、会いに来てください。あとあれだね、今東京で待ってる方は、ジュリアに会いたくてたまらないでしょ。帰るよ。そこのあなた。止まらないでしょ。会いたくて。名古屋は緊急事態宣言が解除された。増えたちゃう。え、分かるでしょ。大丈夫。すごい。どこだ。さっきどの角度だった？こんぐらい？ほら、こんぐらい？これ、ほら。でもなんか退屈はしてる。理想の色ではないけれど。なんかうまい。ほらほら見て、奇跡、今奇跡。大阪で会おうね、りょうへい、待ってるよ。これ奇跡の色じゃない。次回のみっちゃんとチェキは撮れます？撮ってくれる？ありがとね。会えたらチェキ撮るメンバー決めてんの？メイは大阪で待ってるよ、りょうへい。奇跡みたい。少しゴールデンウィークかかってるのかな、あれは。システム。ギリかかってるかかかってないかぐらい。みおちゃん、こんばんは。だんだん明るくない、なるかな。
でも理想の色じゃないからさ、ミルクティー系じゃないからさ、ちょっとって感じ。大豆、奇跡、草じゃないのよ、奇跡じゃない。もう藤崎海みたいな、なくなっちゃった。いい色ですよ、ありがとう。実際結構暗いんだけどね、光のあれで明るく見えるといういい子だから。ハウスが、ハウス燃やさなかったのもいい子だし、えらい、これ明るい。本当にね、帰ったら家がなくなってる可能性もなきにしはあらずだからね。ミルクティー、ミルクティーになりたいの。だから全然、これちょっと緑っぽいじゃん。マットみたいな。ずっと持ってかこう。そっち系じゃないんだよね、私が求めてる。ミルクティーなんで。待ってるよ、アンドリー。取らないって選択肢ないよ。物販も回さんといけんか。そうだね、物販回してるからね、いつも。オートロックより早く稼ぐ。今回の名古屋はね、えらい。結構ゆったり、いつもカツカツの時もあるけれど、ゆっとり、ゆっとり、ゆっくりできたので、美味しいものも食べれたし、ライブもね、1日2回、最高でした。だからね、東京でも頑張るし、みんなと一緒に楽しめるように、これからも頑張っていきます。今はコーヒーっぽい？苦めだね。奇跡の色だ。外れない、やったね。アイドルのメイさんは嫉妬するけど、リアルの恋愛では全然しなさそう。そうですね、人に興味があるあまり。みんな寝る前、今眠くない？寝ないから分かんないけど、めっちゃ眠いよ。タンターティー、こんばんは。高校もほぼ女子校だからね、恋愛することもなかったね。あの下ネタ言っては低レベルな会話で楽しんでる人です。すごいジレアね。今油断したら眠るよ。大毎館のルームじゃん、それ。よしぽ。メイタンしか、メイタンしか。みんな眠くない？いいじゃん。すごく眠たいんですけど、寝てもいいですか？もう少し寝た。お、お疲れ。頑張れ、あと少し。頑張るパワー。今からね、頑張ってお風呂に入るから。応援して。応援して。お風呂入ります。これで頑張れ、あと少し。ひげ伸びてたね、もっと。おやすみ、タタティさん、おやすみ、ありがとう。それでも思った方、昔は本当にね、他人が興味なかった。でもみんなは目の大事な人だから、バンデズパワーシリーズの人には大興味があります。お送りしました。早く入りよう、頑張る、頑張ってさっぱりして、頑張る、お風呂頑張れ、頑張れよ。お風呂の応援、いつもお風呂が入る前にくたびってちゃう。やだ、数ヶ月ぶりに宿舎さん、お風呂頑張る。普段タンタンティー、今日はありがとう、頑張れ。普段もちょっとして、フリスキーだからいつもより多めに振っております。頑張りー、お風呂頑張ってください。頑張る、ありがとう。ふーちゃん、ユーチューブ顔がほんと違うんだけど、目上がり目標3時、寝るの4時、大丈夫？そうだね、寝るの4時。頑張ってお仕事。チャーリー君、ヒゲ何で見たの？マジで誰のツイッターだっけな。でもチャーリーブラウン君と同じ T シャツ着たいもん。ただジャイアンみたいなやつ。ハート、ヒューチ君か寿司屋さんあたりかな、立ってやるやつ。ありがとう。なんかちょっと騒ぎ気味に立ってたやつ、みんなの頑張れで、私は今日も踊ってたやつかな。ありがとう、誰のやつか。頑張ります。じゃあ皆さん、名古屋遠征ありがとうございました。で、見た、あの見てんじゃん。次は大阪でのライブになるんですけど、サーラは大阪もご予約お待ちしております。ライブがなんと3日間あるので、12、13、14と3日間あるので、全部あるってください。というわけで、ちょっと本当にお風呂上がって2日間ありがとうございました。ドライをして5分後ぐらいの時間でした。お疲れ様でした。以上、バンズジパン石川県の伝道室でバイバーイ、名古屋でした。名古屋からは多分配信今日が最後なので、また会おうね。また配信もやってます。ライトポヤ、お風呂頑張る、ありがとう。タンタン、おやすみ、恥ずかしくない？バイバイ。大阪も頑張る。配信ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。フリスケもバイバイ。
疲れお疲れ、バイバーイ、ゆっくりですね、おやすみ、ありがとう、おやすみおやすみ、バイバーイ。